さてパパ誕生日なのでプレゼント買おうか。パパってあんまりプレゼント誕生日渡したことないじゃん。プレゼントはないね。3人でお買い物来たので。はい、そうです。じゃあいろいろ探しに行こうか。行こうか。ちょっと銀座のルミネに来たんだけど、どこがいいかな。これにしますか。これマジでいい匂いなんですよ。今もね、石鹸だったらいい匂いなんですけど、これが一番いい匂いです。キキは何買ったんですか。あ、これチョコレート。ネネはこのなんか、うん、包むとちょっとお酒見えるんですが、ハンドソープでございます。ボディーソープだよこれ。ボディーソープでございます。そう、体洗いやつよ。しじゃあパパのお誕生日にサプライズしようね。オッケー。よし、あさってのお楽しみ。これやっていきます。コープルはここで書いていい？うん、いいんだよ。いっぱい作って。パパ何歳になったか知ってる？37歳。すごい。37歳。では何描いてる？ねずこ。ねずこ？柄。お、すごいじゃん。頑張ってやったね。おまけに一つ食べます。おまけねずこ柄だって。つまみ食いしております。ねずこ書いてる。難しいやつ。うん、ねずこ書いたらトンジル書こうかな。すごいじゃん。トンジル書いたら鬼書こうかな。鬼？うん。あ、すごいすごい。パパだよ。パパの顔。キキのは？ねずこ。お、キキが作ったねずこ。うまいじゃん。ほら、すごいね。いっぱい乗せたね。パンジルカーゴ。パパの顔。かわいい。パンジルタッピー。もうこれだからちょっとは。なんかちょっと。おめでやっていくよ。じゃじゃーん。じゃあこれに作って2人作ったの乗っけて。パパ、これ怖
いな。できました。これすごいよね、5段重ね。5段じゃない、1、2、3、4、あ、5段だ。こんにちは。作ってくれたね、ここにあるんだけどね、2人がまだいないんで、宿題やったりしてる。あ、来た。まだ終わってないけど、途中で来ました。サンキュー。誕生日でクラッカー、美味しいの作ってもらいました。あのね、これがめっちゃうまいんだよ。それで、これね、パパの顔の雪だるま。これ、ねぞこだよ。これパパの顔の、ほんとに雪だるまになってる。これねぞこだよ。これねぞこだよ。これがねずこ。うん、こっち。お、すげー、めっちゃ重なってんの。こっちかこっちがね、めっちゃ美味しいんだよ。でも、こっちの方マジで美味しいよ。ほんと？あ、食べるの？いただきます。うん、うまっ。これ食べてごらん。これじゃ超でかいの行こうか。これうまいね。食べてごらん。一番これ食べてごらん。いただきます。うん、おいしい。今日は暑いですね。あ、何言った聞き。うん、おいしい。パパ、おめでとう！おー、サンキュー。開けていい？いいよ。超嬉しいじゃん。超いい匂いするよ。あ、そう。うん。シャワーオイル。カリブラ？カリ？わあ、すげえ好きな匂いだ。何が選んだこれ？あ、そうなの？うん。何種類かあってね、匂い嗅いで決めたんだよ。ああ、いいね。開けてちょうだい。開けていい？これもこっちかな。嬉しいな。このスーパーチョルカクラッカー食って。でかっ。噛める。すごいすごい。噛めるみたい。噛めるに決まっちゃうんじゃないかな。いや、高いかな。チョコレートか。そう、嬉しい。イタリアから作られててね。そうなの？そう。本当だ、イタリアマジじゃん。あと蜂蜜も入ってるんで。え、そうなの？本当だ。あ、すごいね、よく知ってる。チョコレートもチョコレートであって、バターにライスパーが入ってるんで。え、何？バターに、うん、ライスパーが入ってて。ライスパフ。ライスパフ。おう、すごい、仕上げてあげてんの。すごい待つじゃん、パパ。これもう2年経ってるよ。うん、2年。うん、これやろうか。おう、頑張れ頑張れ。あー、もう3年経ちました。頑張れ。あー、あとちょっとで大晦日か。うわ、食べてみようか。どうしたらいいの？あ、ひきたくて、じゃあ半分くらいしかない。じゃあいただきます。はい、ありがとう。キャンディー？どっちもうまいね。作った方はスーパーうまいね。ごちそうさまでした。サンキュー。ありがとう。いや、こっちはありがとう。サンキュー。どういたしまして。サンキューって言ってね。うん、サンキュー。うん、ドラーン。ドラーン。
Thank you.